どうも皆さんこんばんは。こんばんは。今回はですね、はい、家の中ですよ。アプローチが早いですね。ドキドキしてます、今日何するんですか。前回の動画で釣ったアオリイカ、マダコ。おお、俺が釣ったんですね。強いねダメよそれ。謝ってもらってよ。謝ってもらっていいですか。すいませんでした。で、今回ですね、プロの、プロの寿司職人の方に。寿司職人、しかもちょっとなんかいろいろ賞とか取ったりされてるから、ね、そうなんですね。そのちょっと経緯をね、はい、ゆうすけの方から。まず寿司のコンクール、優勝してます。何のコンクール、何のコンクール。自分も詳しくないんであれなんですけど。ええ見ればわかる。もう貫禄がすごいから。すごい。まあ確かに貫禄がすごいから。僕らね、一つね、情報知ってるのはね、はい、長崎県の国民栄誉賞を受賞してます。おやばっ。やばいでしょ。やばいでしょ、皆さん。やばい人なんですよ、もうね。ではまあ早速大将を呼んでみたいと思います。はい、大将、安さんお願いします。大将来ました。大将、どうも。かっこよさが違いますよね、まず。貫禄が違う。違う、もう。これ白が似合う。白が似合う。以上かっこつけてきました。で、今日は今から握ってもらうんですか、もしかして。そうなんですよ。いいんですか、そんなことして。いいんですよ。はい、誰が言うね。はいはい、まあ、今回寿司職人にお寿司を握ってもらうということで、うん、我々も一人ずつ面白いトークみたいな。面白い、はい、で、なんか一言いくと、はい、俺から絶対言います。はい、もうね、今日はね、寿司を握ってもらうっていうことでね、もう興奮してね、ズームしてください。乳首立ってるぜ。ワイルドだろ。シャリの粒のようにいただいたじゃない今は。またさらに。ありがとうございます。プレッシャーしました。前回動画見てもらいましたかね。あのタコ釣ったやつ。釣った時に腕を食べられてるっていう話してるんで、でそこからまた腕が生えてるんですよ。そこの後日談を聞かせてもらったら、なんと衝撃ですよ。タコってお腹減ったなーってなって、餌食べれないなーってなったら、この8本ある腕の中から選んで自分で食べるらしいですよ。タコの気持ち、8本の中から選んだこの気持ち。今マー君にお話いただいたんですけど、本日2回目のお話でした。先ほどもね、カメラ回る前に。悪い。それでは早速ね、お寿司を握っていただきたいと思います。どうも。お願いします。今回食材をね、しめ鯖。これしめ鯖。はい。で、マアジ。マアジ。で、長崎でいう横はですね、横はマグロの子供ですね。はい、マグロですね。で、ヒラマサ。はい。長崎ではヒラスと言います。ヒラスですね。はい、イカのゲソと。ゲソですね。これ釣ったやつですね。はい、で、この胴体がここですね。はいはいはい。今日のメインです。なかなかいいサイズで、僕らがね、商売してても、すごく使いやすいサイズ。ありがたい。イカの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。この柵取りっていろいろあるんですけど、はい、僕はこう切るんですけど、繊維の逆らって、はいはいはい、ただ手ザクって言ってちょうどいいんですよね、このサイズ感が。なるほどなるほど、ね、こうした時にこうして全部測るんですよ。だからここも全部3等分になる。なるほどなるほど。こっからネタにできるんですよ。おー、すげえ。これが手ザクっていうんです。すげえ。最後になんか食ってね、なんかね、そのこれは厚みを見せるために包丁を立てるんですよ。そしたら厚く見えるんですよね。こうやってね。じゃあそのまま下ろした時の違いを見せましょう。はい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 、ぜひ。これです。左側が立てた方ですね。そうですね。右側がそのまま。そのまま。厚みが全然違う。最後に包丁を立てたら。へえ。今度、はいはいはい、ここの外側の皮がちょっと硬いんですよね。だからイカっていうのは切れ込みを入れてやるんですよね。こうやって。それでその食感を。あ、押すんですね。魚は本当は引くんですけど。はあ、イカに関してはちょっと押させてもらってます。押させてもらってます。謙虚な姿勢。大将、今からイカの松笠作りっていうのをやるんだけど、はい、イカっていうのは非常に細工がしやすいですね。すごいね。まあ、あの上の硬い方の皮の方、目の方から
今切れ目を入れて下までは入ってませんね、表面だけ入れて、でこれから他の抽出製の浮かしまして、うん、お湯にかけて、わかりますか？わかります？縮む修正を利用して、で、すぐ氷水につけます。おお、中まで火が入らないですね。なるほどね。はい。まあ、ここで水分を取って、うん。おお、模様がねできてますね。でこう切ったら寿司ネタの一貫分になりますよ、ね。ああ、はあ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 。鹿の子包丁、鹿の子って言って鹿の子ですね。ああ、なるほど。これまあまあこれ何もしてない。ノーマル。ノーマル、ね。糸作りですね。糸作り。はい。松笠。松笠。はい。まあ今からまた何種類か。おお、はい、すごい、切り方だけでもすでに4つ出てますから ね、はい、ほらって僕もこれ何これあの飾り包丁をしたの、はい、であのよくお寿司屋さんでこうイカとかタコとかにこうやってこう歯打ちするんですね。根元で、はい、やっぱそれって醤油がこう染みやすいから、ね、そういうことですよね。知ってるね、知ってるね。さすが高等出身、一本一本全然違う。イカっていうのは、うん、中が甘いんですよね。皮と皮の間が甘いですよね。だからこういう切り方もあるんですよ。あ、薄っ。うわー、すごい。でこれが甘いイカの甘みの要素なんです。はい、嗅いだやつですよね、はい、イカっていうのはやっぱ皮と皮の間が一番うまいです、甘い。だから僕らはイカをこうやったら剥いでやるんですよ。剥ぎます、剥ぎます、剥ぎます、剥ぐ、まだ剥ぐ、まだ剥ぐ。ここにイカの甘みっていうのは凝縮されてるんですよ、ね。これがあの皮です、ね。でも別に皮は一緒に食べても問題ないです、うん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 。だから甘みを引き出してやるためにはこういう作業が必要ですね。あ、なるほど。でこうやってこれで一貫寿司ができます。ああ、これ絶対甘い。美味しそう。これも一貫として。うんうん、これからまた薬味を足して。味変っていうのをやっていきます。あ、この細工寿司、ここ細工寿司っていうのはちょっとどういうものなのか。例えば5人前のお寿司がありました。その時に細工のお寿司を入れてやると握りが入るというのを今からちょっと作っていこうかな。お願いします。お願いします。目に見えるけどあくまで引き立て役なんですよね。なるほど、深い。ちょっと細かい作業になりますけど、ほう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 、細かく薄く切っております、うん。やっぱ今自分が使ってる包丁じゃなくても、はい、ある程度使えるもんなんですか。僕らはもうその現場にあるもので対応します。プロですから、そこが、はい。寿司飯を用意しました。あ、いいね。あ、すごいいい匂い。あ、握るんですか、いよいよ。はい、一応あ握る前に海苔を。丸正水産の焼き海苔ですね。有明の海苔は全国行ってもナンバーワンぐらいの海苔なんで。音がいいね。よいしょ。握ってる、握ってる。すごい手つきが。
あ、緊張する、うん、ねえ、これが実は下に来ます、なるほど、なるほどね、すごい、ここにくぼみを作ってやってね、なるほどね、これを花びらに、はい、ただ丸めたらこうなりますよね、だから角と角を、ここが角ですね、はいはいはい、でここの角を合わせてやる、丸めながら、わかりますか、丸めながらってこのサイズを想像しないですよね、はい、そうです言葉が止まっちゃいますね、止まる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 、そう、みんな見入っちゃうんですね、いや本当、うん、一応長崎の花として、アジサイ、アジサイ、アジサイか、こういくらが1個ずつ入るんですけどあ、そうなんだ、はい、これやばい、まあ、今日はちょっといくらが手に入らなかったということで、うわやばいやばいやばい、見えるかな皆さん、この繊細なこの感じ、キュウリすごいセクシー、アジサイの葉っぱなんですけど、なるほど、やばいね、本当はここに赤が入るんですけど、いくらのね、はい、じゃあ今日はちょっと代用してマグロでやってみましょう、おお、マグロの赤いとこね、これをね、いくらの代わりにね、うわーすげー、これが細工握りと言いますね、細工握り、まあ、後であのお塩を握った時にこれも添えて、じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いします、足しちゃいはしません、男が一回決めたらね今から盛り付けをしていくそうです、実食の方をねしていきたいと思います、なあ、はい、お寿司が完成しました、こちらタコの柔らかになります、あ、うわー、うわー、